ね、脱毛だったり頭痛、それから記憶障害、集中力低下、咳や嗅覚、味覚障害、息切れ、動悸、それから疲労感、倦怠感、下痢、腹痛と、このようにですね、症状も多岐にわたるということなんですね。後遺症が出る期間というのは人それぞれ様々だと思うんですが、福岡のコロナ後遺症外来にはどのような悩みを持った患者さんが、行かれているんでしょうか。年末から、お正月明けくらいにかけて問い合わせがとても多かったです。1日10人は来られるので、月で言ったら200人ぐらいは来られます。福岡市内のクリニック、今年に入ってからのコロナ後遺症外来には毎日10人ほどが訪れるといいます。最近は咳が続く方がとても多くて、あと喉の痛み、不眠や頭痛もあります。で、味覚嗅覚障害も未だにまだ多いですね。患者からは様々な症状の訴えが。通勤しようとしたが動悸、過呼吸、匂い、味が全くしなかった。職場で休んでいるのが一人のため精神的にきつい。いつから復帰できるのかも不安。半年以上通院している40代の女性は、最初は